ベルベルのオーラです。本日もオンラインスのアップされる商品をご紹介いたします、ご購入サイズ金額の状態のお問い合わせの方は掲載後ベルベル人ウェブスターの方によろしくお願いします。これから紹介する商品が3月の9日夜の21時にアップされる商品になります。詳しくは下の概要欄になっているのでそちらチェックしてみてください。まずは T シャツからいきます。こちらがタグですね。こちらチェンジスのタグがついていてサイズが XL の表記です。 100% コットンの白ボディですねに、バートのプリントが施されてあります。はい、状態としましても特に、目立つのダメじゃないんですけども、こういった少し落書きが施されているものにはなります。はい、サイズ表記も XL という表記なので僕はだいぶゆったりと着用できるサイズ感になっております。こちらでお値段が7800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツですね。タグの方がこちらデルタのタグでサイズが L 表記になっております。 100% コットンの白ボディにこちらフォトティーですね。で、フロントはこのパターンでバックはこちらになっております。はい、こちらも状態良さそうです。デルタの L 表記ですね。僕も、いい感じで着用ができるサイズ感かなと思います。こちらの方でお値段の方が 15,800 円に消費税になります。続いてこちらの T シャツです。タグの方がですね、こちらのアンビルの XL 表記のタグがついております。そしてこちらですね、ルネマグリットのプリントが施されている1枚になります。肩の方にもですね、こちらの方がプリント入っております。はい、でオールオーバーで全面にプリント入っておりますね。はい、サイズも XL の表記で僕はだいぶダボっとゆったり着用ができるサイズ感になっております。こちらの方でお値段の方が 25,800 円に消費税になります。続いてこちらの T シャツですね。タグの方がこちらのフルーツオブザルームのタグでサイズが XL の表記です。で黒ボディにこちらですね、フィールドオブドリームスのプリント入っております。はい、フロントのみだけでなくバックにもしっかりプリントが入っております。はい、コピーライトですね、こちらの方に97年のものが入っております。はい、でサイズが XL の表記ですね。かなり嬉しいポイントかなと思います。僕も大きめに着用できるサイズ感です。こちらでお値段が7800円に消費税になります。続いてこちらですね。タグの方がこちらフルーツのツルタグの方でサイズが L 表記、 100% コットンの黒ボディですねにこちらゴーストライダーのプリントが、かなり大判で入っております。はい、こちらの方にもマーベルのものもしっかり入っておりますね。はい、で状態もかなり良さそうです。はい、そして L 表記っていうところですね、僕もちょうどよく着用できるサイズ感になっております。こちらの方でお値段の方が 39,800 円に消費税になります。続いてこちらの T シャツです。タグがですね、こちらスクリーンスターズのサイズが M 表記、 100% コットンのボディですね。黒ボディにこちらストレイキャッツのプリントが入っていて、こちら袖がないもの、ノースリーブのタイプになっております。そして裏面もですね、こちらにもしっかりプリントが入っております。はい、コピーライトの方もですね、こちらちょっと小さめですが、83年のものが入っております。はい、サイズがミディアム表記というところではあるので、ちょっと僕だとね、ビタッとするようなサイズ感にはなってしまいます。はい、こちらの方でお値段の方が 25,800 円に消費税になります。続いてこちら T シャツです。タグがですね、ちょっと印字は読み取りづらくはなってるんですけど一応ついています。はい、80年代頃のボディかなと思います。そしてグレートフレデッドのプリントですね、入っていて、裏面もですね、こちらにもしっかり入っております。78年のツアーの時のものかなと思います。ちょっと状態としてですね、この辺に、ペンキ汚れだったりとか少し、ほつれてたりダメージが来てるところはあるんですけども、かなり雰囲気抜群だと思います。はい、サイズ表記あるとするとなんですけど L 表記ぐらいなんですかね。ちょっとまあ年代も考慮してっていうところで僕には少し小さめのサイズ感にはなってしまいます。はい、こちらの方でお値段が 39,800 円に消費税になります。続いてこちらの T シャツですね。タグの方がこちらドラゴンボール Z のものがついていて、サイズがミディアム表記になっております。はい、白ボディにこちらフロントはこの小さくですね、ベジットのプリントが入っていて、裏面ですね、こちらにベジットの大判のプリントが入っております。はい、状態も良さそうですね。サイズもミディアム表記というところで、ちょっと着丈は少し短めかもしれないですけど幅しっかり取られております。いいサイズ感だと思います。こちらの方でお値段が 15,800 円に消費税になります。続いてこちらもドラゴンボールですね。タグがこちら GT のタグがついております。はい、サイズ表記ですね、こちらになるんですけども、XL 表記で 100% コットンの黒ボディですね。にこちらフロントプリント入っていて、裏面もですね、こちらにもちょっと小さめで入っております。はい、状態がいいですね。黒の色残りもすごく残っております。サイズも XL っていうところで、僕はかなりダボっとゆったり着用できます。こちらの方でお値段が 19,800 円に消費税になります。続いて半袖シャツに入ります。タグがですね、こちらライフローレンのこちらのタグでサイズがミディアム表記になっております。オレンジベースにこちらカジキの柄ですね。そしてこちらも残っていてデッドストックの状態になります。はい、
まあ、それもあるので状態としましても特に申し分ないかなと思います。サイズもミディアム表記ですね。僕はいいサイズ感で着用できる、ものになっております。こちらの方でお値段の方が、12,800円に消費税になります。続いてこちらですね。こちらもラルフローレンです。こちらのタグがついていて、サイズがミディアム表記になっております。でそしてこちらですね、朱色のベースですかねに、こちらも大判でプリント全体的にオールオーバーで入っております。はい、サイズミディアム表記ではありますけども、先ほどのミディアムとは、ちょっと大きさ大きく作られているボディかなと思います。僕でもゆったりと着用できるサイズ感です。こちらの方でお値段が7,800円に消費税になります。続いてこちらもラルフローレンです。タグがこちらですね。こちらサイズがミディアム表記になっております。ブラウンのベースにこちらも、オールオーバーでパターンが入っております。はい、状態も特にダメージなどは見当たらないですね。サイズのミディアム表記で、こちらは僕がちょうどよく着用できるサイズ感かなと思います。こちらの方でお値段なんですけれど、こちらで、7,800 円に消費税になります。続いてこちらもラルフローレンですね。タグがこちらのボディ、タグになっていて、サイズがダブル XL の表記で、 100% コットンのボディですね。でこちらも総柄で入ってるんですけども、はい、ダブル XL っていうところでかなり身幅が取られてるボディですね。ただコットンボディなので、そこまで着丈が長くなくて着やすいバランスかなと思います。はい、こちらの方でお値段の方が、9,800 円に消費税になります。続いてこちらハワイアンですね。めちゃめちゃいいタグついてます。マックレガーのタグで、サイズが L 表記、そして黒ボディにこちら、花の柄が入っております。はい、めちゃめちゃいいですね。ちょっとしたこういう色焼けなんですかね、少し見当たりますけども、ダメージはほぼほぼ見受けられないです。はい、サイズも L 表記っていうボディなので、僕はちょうどよくいいバランスで着用できると思います。はい、こちらの方でお値段なんですけれど、79,800円に消費税になります。続いて長袖のシャツですね。タグの方はこちらフィルグリムのタグになっていて、サイズがミディアム表記です。ブラウンボディにこちらプルオーバーのタイプですねになっております。はい、そして全体的に柄が入っていて、かなり状態としましても、まあ、こういった色焼けが少し見られるぐらいですね。着用に困るほどのようなものは見当たらないです。はい、でサイズがミディアム表記ではあるんですけども、プルオーバーというところもあるので、ちょっと僕だとね、ビタッとするようなサイズ感かなとは思います。こちらの方でお値段の方が25,800円に消費税になります。続いてこちらですね。タグの方がいいタグついてますね。タウンクラフトのこちらのタグがついております。サイズがミディアム表記ですね。でこちら、水色のボディになっていて、状態としてデッドストックの状態になります。はい。ほんと縮みが全く出ていないというボディですね。ミディアム表記、その縮みが出ていないっていうところなので、僕でも全然着用は困らないです。はい、こちらの方でお値段の方が12,800円に消費税になります。続いてこちらのシャツですね。タグの方がこちらについております。サイズが16っていう表記ですね。はい、でこちらですね、まあ、ミリタリーのものなんですかね、ちょっとそういった類のものかなと思います。そしてサイドにはマチもしっかりついております。はい、で状態としましても特に目立つようなダメージ汚れというのは見受けられないかなと思います。サイズ16っていう表記ですけども、僕もゆったりと着用できる大きめのサイズ感になっております。こちらの方でお値段の方が、6,800円に消費税になります。続いて半袖スウェットに入ります。タグがですね、こちらは欠損しているものになります。はい、でエンジボディですねに、こちらはフロッキーのプリントが入っております。ちょっと表面がちらほら剥がれてはいるんですけども、フロッキーです。はい、でダメージっていうダメージは特に見受けられなそうですね。でちょっとネックが広がってるというのはあるんですけども、サイズ表記あったとしたら L 表記ぐらいかなと思います。ちょっと僕がね、ジャストサイズの、着用感かなと思います。こちらでお値段が7,800円に消費税になります。続いてこちらの半袖スウェットです。タグがこちらヘインズの、ブリーズシールドのタグで、サイズはミディアム表記です。でこちらヘンリーネックのパターンですね。でマスタードの色味になっていて、ちょっとした汚れがちらほら見受けられるボディではあるんですけども、ダメージというダメージはないです。サイズもミディアム表記っていうところなので、僕だとちょっと着用法は難しいんですけども、ほんと小柄男性だったり女性にもすごくおすすめのサイズ感かなと思います。こちらの方でお値段の方が6,800円に消費税になります。続いて、長袖のスウェットに入ります。こちらはタグはついておりません。そしてグレーボディ、霜降りグレーのフルジップパーカー
ジップがこちらです、はい、そして紐も残っていてコンディションは抜群だと思います。ただ袖の方はですね、こちらが切りっぱなしのものになっております、はい、ちょっとなんか一癖あるようなアイテムだと思います、はい、サイズ表記あったとするとなんですけど、まあ、ラージ表記はちょっと縮んでるぐらいですかね。僕だとちょっとね、少しタイトに感じるサイズ感ではありますけども、着れる男性めちゃめちゃおすすめだと思います。こちらでお値段の方が7800円に消費税になります。続いてこちらのパーカーですね。タグの方がこちらナイキのタグがついております。サイズが L 表記です。そしてこちら黒のフリースのボディですね。でこちらに、ナイキのロゴが入ってるっていう、ちょっとよく見ないとわからないものにはなるんですけども、こちらですね。で状態としましても特に、問題なく着ていただけるようないい状態かなと思います、はい、サイズも L 表記ですけどかなり作り大きめですね。僕もゆったりと着用できるサイズ感です。こちらの方でお値段の方が7800円に消費税になります。続いてこちらもナイキのパーカーですね。タグがこちらのものでサイズが XL の表記です。そしてグレーボディのセンタースウォッシュのものになっております。ただこちらに関してはもうかなり雰囲気系のボディですね。フードの入り口もそうですし、このフードの下の方もですね、ちょっと雑めなリペアがあったりとか、あとはポケットの入り口だったりとかも、もうあと袖口周りって言ったらいいですかね、この辺もかなりもうダメージが来ている一点物になっております、はい、サイズが XL の表記なのでかなりゆったりと着用できる大きめのサイズ感にはなります、はい、こちらの方でお値段の方が 19,800 円に消費税になります。続いてこちらですね、カーハートのパーカーになります。こちらのタグです。サイズ表記はちょっとね、もう薄れて読めなくなっています。ネイビーボディのフルジップ、こちら YKK のジップが使われております。そして全体的にかなりフェードが進んでるボディですね、はい、かなり雰囲気いいです。ただその分ですね、ちょっとしたこういったダメージだったりとか汚れ感残ってるボディにはなってしまいます、はい、でサイズ表記あったとするとなんですけど、まあ、L 表記はあるのかなと思います。 L アップって言い方がいいですかね。僕でも、ちょっとジャストめなサイズ感で着用できると思います。こちらの方でお値段の方が、すいません、 12,800 円に消費税になります。続いてこちら、チャンピオンのパーカーになります。タグはこちらですね、80年代トリコタグの L 表記になっております。はい、でこちらグレーボディに染み込みのプリントが入ってるんですけども、この真ん中ですね、ちょっとリペアが施されてる、ちょっと詰まってる一点になります。でこちらですね、ちょっとサイドのハゲも入っていてリバースタイプの作りになっております。でハトメもね、リバースで使われてるようなハトメが使われております。はい、状態としましては特にダメージなどは見受けられないですね。はい、サイズも L 表記っていう表記で、僕は、ちょうどよく着用できるサイズ感かなと思います。こちらでお値段の方が 12,800 円に消費税になります。続いてリバースウェーブに入ります。まずこちら目出しのタイプからですね、あ、目ありですね、すいません、90年代刺繍タグの XL 表記です。で目つきの黒ボディになります。はい、黒の若干フェードしてる感じは全体的に見受けられますけども、ダメージというダメージはないです。サイズも XL という表記なのでかなり需要が多いところかなと思います。はい、こちらの方でお値段の方が 19,800 円に消費税になります。続いてプリントものですね。タグの方がこちら90年代刺繍タグの XXL の表記です。紫ボディにこちらラバーでプリントが入っていて NFL のチームものですね。裾の方にもこちら NFL のタグがついております。はい、コンディションはめちゃくちゃいいですね。はい、サイズがダブル XL なので僕だとね、着丈が結構長めのサイズ感にはなります。はい、こちらの方でお値段が 15,800 円に消費税になります。続いてパーカータイプ紹介いたします。タグがこちら90年代の刺繍タグで L 表記になっております。グレーボディのパーカーなんですけれども、こちら、ハトメがちょっともうこういった感じでダメージが来てるような一点にはなります。はい、そして目つきのパターンですね。でちょっとね、袖の入り口だったりとかもこういった感じで少しスレ感が出てるようなボディにはなります。はい、着用に困るっていうぐらいのものはないですね。サイズも L 表記なので僕はちょうどよく着用ができるいいサイズ感になっております。こちらの方でお値段が 19,800 円に消費税になります。続いてこちらのプリントもののパーカーですね。タグが80年代トリコタグの XL 表記です。でちょっとね、フードのハトメの部分が少しダメージが切れたりしますけども、ラバーのプリントのバランスめちゃめちゃいいと思います。はい、ところどころこの辺もね、少し袖口だったりとかちらほら弱ってる部分が見受けられますけども、トータルで見るとまだまだ着ていただけるコンディションかなと思います。 XL 表記なので僕はダボっとゆったり着用できます。
こちらでお値段の方が 25,800円に消費税になります。続いてフルスナップですね。こちらタグの方が90年代刺繍タグの XL 表記です。ダートマスグリーンの色味にこちら目がついていて、スナップはこちらのシルバーでチャンピオンの C マークの刻印が入っているタイプです。ちょっとボディ全体ね、色焼けしているボディではありますけども、大きなダメージではないかなと思います。はい、フルスナップの XL なので、クルーネックのダブル XL ぐらいのサイズ感かなと思います。はい、こちらの方でお値段の方が 17,800円に消費税になります。続いてセーターのご紹介です。カウチンのセーターですね。タグがこちらの方がついております。はい、そしてジッパーですね。こちらのボータロン使われております。はい、60年代頃のボディでしょうか。オレンジと、ちょっと難しいですね、ミックスカラーの色味になっております。はい、めちゃめちゃいい配色だと思います。はい、状態としても特に、全体の毛羽立ちぐらいですかね。大きなダメージとかリペアというのは見受けられないと思います。はい、僕が合わせてみても全然ゆったりと着用できる大きめのサイズ感です。こちらの方でお値段が 12,800円に消費税になります。続いてこちらもカウチンニットですね。タグはこちら欠損しております。でこちらもボータロンが使われております。はい、でブルーとネイビーのミックスのカラーですね。はい、めちゃめちゃいいと思います。こちらも状態も特に申し分ないですね。こちらに関してもサイズは僕も着用してゆったりと大きめに着用できます。はい、こちらの方でお値段の方が 12,800円に消費税になります。続いてジャケット類に入ります。まずこちらカーハートのダックのジャケットですね。タグの方こちらついてはいるんですけども、一番下ですかね、おそらくラージ表記だと思います。そしてこちらブランケットがついてるボディになります。はい、でこちらですね、ダック特有のそのやれてる感じ、その若干の薄汚れだったりとかはあるんですけども、かなり雰囲気で完成した一着だと思います。はい、でサイズがラージ表記だとお伝えはしたんですけども、僕もですね、ブランケットついていても全然ゆったりと着用できる大きめのサイズ感です。こちらの方でお値段なんですけれど、こちらで、15,800円に消費税になります。続いてこちらですね、タグの方がこちらホワイトスタックのタグがついております。はい、70年代頃のボディでしょうか。こちらのロケットタロンがついております。はい、ボディの色味としてはネイビーボディになります。はい、スナップとジッパー両方ついております。はい、状態としまして特にダメージなど見当たらなくてすごくいい状態です。ちょっとサイドにピスも ちっちゃいものついてますね。はい、でサイズ表記こそちょっと見受けられなかったんですけれども、全然 L 表記ぐらいはあるかなと思います。僕でも着用には困らないようなサイズ感になっております。こちらの方でお値段なんですけれど、15,800円に消費税になります。続いて、デニムジャケットに入ります。まずこちらですね、パッチの方が残っていて、こちら70507の、サイズが XL の表記です。でこちらのブランケットが付いているボディになります。で赤タブもですねしっかり残っていて、70507なので、4ポケのタイプになっております。はい、で状態としましても特に、薄汚れぐらいですかね、ダメージはほぼほぼないです。サイズも XL なので僕で合わせるとかなり大きめのサイズ感になります。はい、こちらの方ですね、お値段の方が 15,800円に消費税になります。続いてこちらですね、70506になります。パッチ残ってはいるんですけども、ちょっと印字が読み取りづらいです。サイズ表記がこちらギリギリ XL の表記かなと思います。はい、でこちらも赤タブ残っていて、こちらも4ポケの仕様になっております。はい、でこちらここまで色が落ちているのも珍しいですね。はい、色落ちしてる分って言ったらあれなんですけども、ちょっとしたダメージがこの辺に来てたりとか、あと袖の入り口だったりもですね、少しこの辺に来てたりする感じにはなってしまいます。はい、でサイズ XL だとお伝えはしたんですけれども、僕で合わせるとかなりゆったりと大きめに着用できるサイズ感です。こちらでお値段が 15,800円に消費税になります。続いてこちらリーバイスのボアジャケですね。タグがこちらの方になっております。サイズが S サイズの表記です。で黒黒のボアジャケいいですね。赤タブもしっかり残っております。はい、でブラックデニムのこの色落ちしてる雰囲気もすごくいいですね。袖の入り口がですね多少こういった感じで擦れてたりするボディにはなります。はい、サイズが S サイズの表記ですけれども、僕が T シャツ1枚とかであれば着用もできるようなサイズ感かなと思います。この辺の年代は結構作り大きめです。こちらでお値段の方は 25,800円に消費税になります。続いてこちら70505ビッグになりますね。パッチがこちらに残ってはいるんですけども、ちょっと印字が読み取れない状態になっております。
そして赤タブしっかりビッグイの確認が取れて、こちら胸に、ノートンのワッペンですね、貼られております。はい。色落ちもめちゃめちゃいいですね。まあ、ちょっとね、こういった感じで少し着用感は見られるボディだったりはします。あとは袖の入り口だったりとかも少しね、こういった感じでリペアが施されていたりとかっていうボディにはなります。はい。でサイズ感がこちらで40ぐらいのサイズ感ですね。なので僕が T シャツ1枚とかであれば全然着用できるようなサイズ感になっております。こちらの方でお値段が 39,800 円に消費税になります。もう1着7050もびっくりですね。こちらもこちらパッチは欠損しております。はい。で赤タブはしっかり確認を取ります。はい。で襟元ですね、こちらも少しダメージが来てたりするんですけども、こちらに関しても色落ちめちゃめちゃいいと思います。縦落ちがすごい綺麗に入ってますね。はい。裏面もこういった形です。でサイズ感がですね38ぐらいだと思います。ちょっと僕だと、T シャツ1枚でも少しビタッとなるようなサイズ感かなとは思います。こちらの方でお値段なんですけれど、こちらで、39,800円に消費税になります。続いてミリタリーのアイテムに入ります。こちら M43 のライナーですね。タグの方こちらついてはいるんですけども、これサイズ表記ミディアム表記になっております。そしてこちらに関してはちょっとカスタムが施されているものになります。ちょっとボタンもねしっかり残ってはいるんですけども、こちらフルジップの仕様に変えられております。あとはジッパーね、コーツ&クラークスのジップが使われておりますね。はい。でダメージというダメージはほぼほぼなさそうですね。はい、いいと思います。でサイズはミディアム表記ではありますけども、僕でもねだいぶゆったりと大きめにガバッと着れるサイズ感だと思います。はい。この辺男女問わず全然着れるアイテムだと思いますね。お値段が 39,800 円に消費税になります。続いてこちら、タイガーカモのジャケットになるんですが、デッドストックの状態になります。こちらスタンプもめっちゃはっきり残っていて、アジアミディアムの表記になります。そしてこちらですね、なんとパンツとセットのセットアップの商品になります。こちらもはいあります。でパンツの方にもですね、しっかりとこちらアジアミディアムの表記が残っていて、パンツの方はですね、インチで言うとウエストの方が30インチ、レングスが31インチになります。ちゃんと、しっかり広げた写真、ウェブスタンプの方で掲載いたします。こちらの方でセットアップでお値段が158,000円に消費税になります。続いてこちらのジャケットになります。こちらリーの、ウールのスポジャケになりますね。タグの方がこちらのタグがついていて、こちらちょっと紙タグの方もですねこういった感じで残ってはいるんですけど、ちょっと、完全な読み取りが難しいかなと思います。はい。そしてジッパーですね、こちらのジッパーが使われていて、しっかりコの字留めのものになっております。はい。で左胸にはワッペンも貼られていて、とにかくもう状態がめちゃくちゃいいです。はい。でこういった感じで裏面も、はい、こういった感じで刺繍がチェーンステッチ入っております。はい。でサイズ感もいいですね。かなり大きめのサイズ感だと思います。これで44、46ぐらいはあるボディだと思います。まあ、縮みもほぼほぼ出ていないっていうところだと思うんですけども、僕でも全然ゆったりと着用できる大きめのサイズ感です。この辺のアイテムでここまでサイズ感残っているものは本当に珍しいと思います。こちらの方でお値段の方が128,000円に消費税になります。それでスニーカーを一足ご紹介いたします。まずこちらニューバランスの998になりますね。こちらに、はい、998あって、状態としましてもユーズドではあるんですけども、全然まだまだ長く履けるような状態だと思います。はい、こういった感じですね。でサイズの方がですね、こちら、内側にこちら9ハーフの表記になっております。はい。でこちらですね、お値段の方が 15,800 円に消費税になります。続いてパンツ類に入ります。まずこちらショーツから紹介いたします。こちらですね、606のビッグイのショーツです。赤タブ、あ、すいません、オレンジタブですね。ビッグイのものがついていて、ジッパーですね、こちら42タロンが使われております。はい。まだまだ色も濃いです。はい。実寸のウエストのサイズですね。こちらで、ウエストは31インチになります。はい。僕だとちょっとビタッとするようなサイズ感ではありますけども、全然この色の濃さ持っておいていいと思います。お値段が 12,800 円に消費税になります。続いてこちらアービーベイカーの紹介になります。タグがですねこちらの方についていて、ウエスト32インチ、レングスが33インチの表記です。で77年会計のものになっております。もちろんボタンフライの仕様で、ユーズのものにはなるんですけども、ちょっとしたリペアがこちらに1点施されていたり、裏面もですね、このバックポケットだったりとか、このバックポケット周辺も、はい、こういった感じになっております。はい。
実寸のサイズですね、ウエストは30インチ、レングスも30インチに結構縮んでる個体になります。逆にこの辺バランス良くて履ける方も多いんじゃないでしょうか。お値段が9800円に消費税になります。続いてこちらですね、シルバータブの紹介になります。はい、こちらジッパーがこちらになっております。はい、でこちらですね、紙タグも残っていて、ウエスト30インチのレングスも30インチの表記になっております。で裏面ですね、こちらパッチも残っていて、シルバータブしっかり残っております。まあ、白ボディですけども、大きなダメージとかないんですが、ちょっとしたこういうサビ汚れですかね、少し見受けられるぐらいです。はい、実寸のサイズ感も、表記と変わらず、ウエスト30インチのレングスも30インチになっております。はい、この辺も全然需要多いバランスだと思います。お値段の方が9800円に消費税になります。続いてこちらですね、こちらが、550になります。で紙タグですね、こちらも残っていて、ウエスト34インチのレングスが30インチになっていて、裏面ですね、パッチも残っております。しっかり残っていて、オレンジタブついております。でカラーものですね、この色味もすごく合わせやすそうです。実寸のサイズがウエスト33インチのレングスが30インチになっております。ウエストのみ1インチ縮んでるサイズ感ですね。こちらの方でお値段が9800円に消費税になります。続いてこちらが、560になりますね。こちら紙タグ残っていて、ウエスト36インチのレングスが30インチの表記です。でこちらちょっとボタンが付けられているものになっております。裏面のパッチもしっかり残っていて、オレンジタブですね、残っております。はい、ブラックの色残りもすごくいいですね。はい、実寸のサイズも、表記通りで3630というバランスですね。この辺全然太めに入ってもかっこいいと思います。はい、お値段の方が12800円に消費税になります。続いてこちらですね、こちらは、リーバイスの565になります。はい、裏面からですね、パッチも残っていて、表記は3630表記で、赤タブもこちらレジスターのみのタブがついております。はい、で色落ちこそはしてますけども、あとダメージ具合もですね、こちら膝の方にもちょっと入ってたりとかしますが、かなり雰囲気いいと思います。実寸のサイズがウエスト36インチ、レングスも30インチで表記通りというところです。この太めのシルエットこうダボっと入ってかっこいいんじゃないでしょうか。お値段の方が9800円に消費税になります。続いてこちらカーハートのダブルニー、ダックのダブルニーになります。タグの方はこちらですね、しっかりアメリカ製のボディになっております。はい、でこちらですね、ジッパーの方は YKK のジップが使われております。はい、でこういった感じでダブルニーの部分に少しペンキの飛びだったりとかがあるんですが、かなり雰囲気完成した一本かなと思います。はい、実寸のサイズなんですけれども、ウエストが30インチ、レングスが32インチになっております。はい、ちょっと長いって方はね、少し切りっぱで履いても全然ものとしていいと思います。こちらお値段が17800円に消費税になります。こちらも、カハードのダブルニー、こちらブラックですね、タグの方がこちらについております。ウエスト36インチのレングスが30インチの表記になっております。はい、でこちらですね、ジッパーの方はこちら YKK のジップが使われていて、黒のダックのこの色残りめちゃめちゃ濃いですね。はい、ただこちらですね、裾が上げられているものにはなります。はい、こういった感じで上がっております。はい、でそれ込みで実寸のサイズ感ですね、ウエスト35インチのレングスが26インチ、逆にこのサイズ感はちょっとあまりないと思います。このサイズ履ける方は全然おすすめですね。お値段が19800円に消費税になります。続いてこちらが516になります。リーバイスですね、こちらジッパーがこちらリーバイジップになっていて、裏面ですね、こちらパッチも残っていて、ウエスト36インチ、レングスが30インチの表記です。でこちらはオレンジタブのつく1本になります。はい、でこの色落ちも独特ですごく使い勝手の良さそうな色味かなと思います。実寸のサイズがウエスト36インチ、レングスが29インチになっております。はい、このサイズ履ける方はおすすめです。お値段の方がこちら9800円に消費税になります。続いてこちら517の紹介です。はい、ジッパーがですね、こちらの、はい、リーバイジップ使われていて、裏面ですね、こちらパッチもしっかり残っております。ウエスト34インチのレングスが30インチの表記です。でオレンジタブがついております。はい、
こちらも色落ちこそしてますけども、まあ、ちょっとしたシミがあるぐらいですかね。ダメージというダメージはほぼほぼ見受けられないです。実寸のサイズがウエストが33インチのレングスが30インチ、めちゃめちゃいいバランスだと思います。こちらの方のお値段が12,800円に消費税になります。続いてこちらアメリカ製の501になりますね。パッチからいきますか。ウエストが32インチのレングスも32インチの表記です。で、赤タブも残っております。はい、でこちらもさらっと色落ちしていて、かなりこう今っぽいような色落ちかなと思います。実寸のサイズがウエストが31インチのレングスが32インチです。はい、僕よりも全然身長高い方、履ける方おすすめです。こちらお値段が12,800円に消費税になります。続いてこちらもアメリカ製の501です。はい、パッチからですね。こちらも3232表記で赤タブ残っております。はい、でこちらに関してはですね、おそらく裾上げがされてる一本だと思います。ただこのしっかり当たりも出てるので、おそらくかなり早い段階で上げられてるのかなと思います。でそれ込みで実寸ですね、ウエスト31インチのレングスが29インチ、31ニック、かなり需要多いバランスだと思います。お値段がこちら15,800円に消費税になります。続いてこちらはアメリカ製の501ですね。パッチからいきますか。ちょっとこちらですね、ウエストの表記はもう読めないんですが、レングスが30インチの表記です。で赤タブもしっかり残っていて、こちらもですね、いい 色落ちに仕上がっている1本です。はい、実寸のサイズがウエストが37インチのレングスが30インチ、3730、このバランスもね、履ける男性すごいおすすめの1本だと思います。お値段が12,800円に消費税になります。続いてこちらマッコンですね、アメリカ製の501なんですけれども、こちらですね、ノンウォッシュのものになります。ウエスト34インチのレングスが33インチの表記です。赤タブも残っております。はい、でこちら水が通ってない、もう本当デッドストックに近い一本だとは思うんですけれども、裏面の方ですね、こちらの方に、ちょっと右のバックポケット下ですか、少しシミが残ってる一本にはなってしまいます。で実寸も変わらず3433っていうサイズ感ですね。こちらの方でお値段の方が39,800円に消費税になります。続いてこちら D のパンツをご紹介いたします。タグがですね、こちらの方についております。はい、でこちらですね、裏面に映るんですが、こちらですね、パッチもしっかり残っていて、こちらピスもしっかりついております。こちらも水が通ってないレッドストックの状態になります。でジッパーがですね、こちら42タロ使われていて、はい、まあ、タグを見ても分かる通りなんですけども、女性におすすめの1本です。はい、実寸のサイズがウエストが25インチ、レングスが28インチになります。この辺も本当女性に履いていただきたい1本です。お値段が9,800円に消費税になります。続いてこちらもリーのパンツですね。裏面からいきますか。こちらパッチが残っていて、こちらもデッドストックのものになります。紙タグしっかり残っておりますね。でロットが204で、ウエストがこちらですね、29インチ、レングスが32インチの表記になっております。で内側にもですね、こちらのタグがしっかりついております。18っていう表記になってますね、サイズが。でこちらジッパーの方ですね、こちら42タロ使われております。はい、でこちらブーツカットのシルエットになっている1本です。こちらですね、こういった感じで裾が広がっている1本です。はい、でこちらも、表記と変わらないサイズ感なんですけれども、はい、本当おすすめの1本です。デッドストックいいですね。こちらお値段が25,800円に消費税になります。続いてもリーのパンツです。こちらもデッドストックの1本ですね。こちらにフロントの方ですね、あってロットが400番になっていて、ウエストが30インチ、レングスが33インチの表記になっております。はい、そしてジッパーですね、42タロンが使われております。で内側の方もですね、こちらのウエスターナータグがついております。はい、で裏面に移るとこちらですね、フラッシャーもしっかり残っております。はい、でこちらですね、サイズ感がウエストが30インチ、レングスが33インチになります。はい、この状態から履けるというのはめちゃめちゃ、贅沢なことだと思います。全然自分のサイズ、マイサイズにレングス上げてもいいと思います。こちらでお値段25,800円に消費税になります。
続いてこちらもリーのパンツになります。こちらもデッドストックです。こちらですね、残っていてロットが7016になっていて、サイズがウエスト36インチのレングスが30インチと表記になっております。そして内側を見ていくとですね、こちらポケットのスレーヒに、ちょっと真ん中削られてるんですが、ディーンズのタグがついているものになります。はい、そしてジッパーがですね、こちら42タの使われております。はい、リーンズかなり人気も高いところだと思います。そしてこの状態デッドストックの1本めちゃめちゃいいと思います。ちょっとピストンもね少し剥がれてるものになります。はい、実質のサイズも変わらずですね、ウエスト36インチのレングスが30インチ、このバランス履ける男性多いんじゃないでしょうか。はい、細身の1本持っておいても間違いないと思います。こちらお値段が 25,800 円に消費税になります。ベルエージュの方で買い取り委託販売の方を行っております。直接、お店の方にお持ちいただいても構わないですし、郵送で送っていただいても構わないです。何かご不明な点あれば、店頭にお電話いただければ対応いたします。よろしくお願いいたします。